ヘッス・マルセロス・スクレメディーナは、ベネズエラのスクレ州、クマナ出身のプロ野球選手。宇トを右ミギ現在は FA。愛称はスーキー。2005年5月25日にアトランタ・ブレイブスと契約して、プロ入り。2006年は、ドミニカン・サマーリーグ・ブレイブスでプレー。2007年は、ガルフ・コースト・リーグ・ブレイブスでプレー。2008年は、 アパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスでプレー。2009年は A 級ロームブレーブス、A 級マートルビーチペリカンズでプレー。2010年は A 級のマートルビーチ、A 級ミシシッピブレーブスでプレーした。2011年は A 級ミシシッピでプレーしていたが、6月14日に自由契約となった。2011年6月19日にシアトルマリナーズに移籍。 AA 級のジャクソン・ジェネラルズでプレー。2012年は AA 級ジャクソンでプレー。11月3日に FA となったが14日に再契約。2013年はトリプル A 級タコマ・レーニアーズに昇格。5月23日にメジャー初昇格を果たす。翌24日のテキサス・レンジャーズ戦で8番、保守としてスタメン出場し、初安打を記録した。 シアトルマリナーズ時代2014年2月27日にマリナーズと1年契約に合意した。3月11日にトリプル A 級タコマへ移動した。この年は21試合に出場し、打率213メジャー初長打となる2二塁打、5打点という成績をマークした。しかし選球眼が悪く、死球は一つもなかった。打撃では頻であった一方、守備では 高い能力を示して1失策、守備率、994DRS プラス3という、高成績を記録した。トリプル A 級タコマ時代2015年は控え保守の一番手に、格上げされ、52試合に出場した。8月12日のボルチモアオリオールズ戦では、1安打1打点、そして岩熊久志のノーヒットノーランの投球を、リードした。打率は、 メジャーワーストの157と相変わらず荒さが抜けなかったもののメジャー初本塁打を放った。また前年に才能を垣間見せた守備面ではさらなる飛躍を遂げ、守備率 992DRS プラス4.26回、投類試行されて13回アウトにし、阻止率50%をマークした。2016年。 リーがベネソラーナでベースボールプロフェッショナルに出場中に2塁にスライディングした際に右足を痛め2月28日にひ骨骨折と足首の捻挫と診断され手術を受け復帰まで6ヶ月以上かかる見通しと伝えられた3月2日に60日間の故障者リスト入りした結局この年は9試合の出場に終わったが出た試合ではよく打って打率480オプス1 一方、守備面では投類組指例会と結果を残せなかった。2017年1月26日に、ディロン・オーバートン、タフィー・ゴーズ・ウィッシュの獲得に伴い、ディーフとなり、2月1日にマイナー契約で、トリプル A 級タコマへ配属された。2017年2月8日に後日発表選手とのトレードで、タンパベイレーズへ移籍し、トリプル A 級ダーラムブルズへ配属された。 4月1日にメジャー契約を結び開幕ロースター入りした。7月31日には投手として登板を果たした。タンパベイレイズ時代2018年11月5日に FA となった。2019年2月2日にオリオールズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月25日に メジャー契約を結んで40人枠入りした。4月28日にリーフとなり、27日にマイナー契約で参加の AAA 級のオフォークタイズへ配属された。ありがとうございます。